スティーブ・マック・イーンとニール・アダムス・ヒッチコック劇場指の一場面南から来た男はロワルド・ダールによる短編小説ダールの短編集あなたに似た人に収録されているリゾートで恐怖に遭遇した男を描いている私はジャマイカのプールサイドで小柄な老人と若い男に出会う老人は若い男に奇妙な家計を持ちかけた 男の持つライターを10回連続で着火し、一度も失敗しなければ自分の持つ高級車を譲るが、失敗した場合は左手の小指をよこせというのだ。若い男は迷った末掛けに挑戦することを決め、私も審判役をこなすことになる。ホテルの老人の部屋で彼は肉切り包丁を借りてくるようメイドに頼み、慣れた手つきで若い男の左手を固定する。 すぐにでも指を切り落とせる準備が整うと若い男が着火の挑戦を始める。8回まで成功したところで女性が部屋にやってきて老人に詰め寄った。彼女は老人は今までに47本の指を集め11台の車を失い精神病院かどこかに入れられかけたのだという。老人はかけるものなど何も持っておらず車も彼女のものだというので 私が車のキーを渡すと、女性は長い時間をかけて老人からすべてを取り上げたのだと語る。キーを取った女性の手には親指ともう一本しか指がなかった。アンソロジーのミステリーテレビドラマで複数回ドラマ化されている。いずれも老人を往年の名優が演じる一方で私は省略されている。ありがとうございます。